山本拓也は九州地方を中心に民放で活躍したアナウンサー。血液型は大型。神奈川県横浜市出身。日本大学桜岡高等学校、明治学院大学法学部を卒業後、1992年に開局して日が浅かった福岡県の TXN 九州にアナウンサーとして入社。川上正幸と共にニュース。 プロ野球中継などを担当した。1998年 TVQ を辞め関東に戻り東京 FM に移籍。TFM ではシドニー、ソルトレークシティ両オリンピックの取材を担当した。2002年再び九州へ戻りテレビ熊本に移籍。ここでは報道専門となった。2005年に FNS アナウンス大賞ナレーション部門を受賞する。 2008年1月4日、蜘膜下出血のため39歳で急死、死去は担当していた番組で伝えられた。テレビ熊本に残されている彼の遺品でもある一番のヘルメットは、後に同局アナウンサーの熊本龍太に引き継がれており、熊本は現場に連れて行ってあげます。守ってくださいの念を込め、あえて山本のネームシールをそのままにしているという。小賀良子。 ダブル旅行、FM 東京2016年4月12日閲覧、熊本龍太、メット、特アナウンサーブログ、テレビ熊本、2020年7月10日閲覧、ありがとうございます。